J2 第16節、今日は福田電車アリーナからジェフユナイテッド千葉とビファーレン長崎の一戦をお送りをしてまいります。今日はこの3連勝を現在している長崎との一戦になります。堀米勇樹選手に今盾が手渡されてますが、 J1、J2 通算200試合出場を前節達成いたしました。さてその千葉のメンバーからご紹介してまいります。ゴールキーパーが佐藤、スリーバック新井、増島、そして最近乾が加わっています。1番熊谷、アンドリーに矢田、右に茶島、左に為田、前にクレーベ、船山、堀米という3人です。では今度は長崎のメンバーです。ゴールキーパーが富澤です。ここは最近ま怪我の徳重に代わってゴールを守ります。フォワークが亀川、徳永が今日はセンターバック入り、そして高杉、香川、中盤が新里、角田をボランチに、吉岡、大竹、小屋、玉田の2トップ。さあ右のワイド、茶島には通るかどうかというところ、その前に堀米が触りました。さあ堀米、そのままドリブル、シュート入った。富澤がなんとか触りました。最後はコーナーキックになります。まあ、今日は奥さん、お子さんも当然見ている中のプレーですが、堀米、そうですね、ここで受けてから前向くんですけど、この後長崎のディフェンスがちょっとプレッシャーいけてないんですよね。ギアに入ってきますか。中央でヘディングシュートへ、角度があってゴールイン。先制点は長崎です。このセットプレーから得点を奪ってきました。最後親でしょうか。1点をまず長崎は先制です。1人ヘディングを飛んでご覧いただきます。いやまずこの大竹選手のボール素晴らしかったですよね。はい、少しマークついてたんですけども、上からちょっと叩かれましたね。はい、最後小屋選手よくコース変えたと思いますね。ここは1回下げて、おっと場所は狙われてる。さあ取った、玉田だ、玉田、玉田行く、玉田行く、どうか後ろから笛が鳴りますが、パスを抜けましたか。 PK ですかね。 PK 取りましたね。玉田選手、まあボール奪ってからドリブルのやっぱりコース取りがうまいですよね。はい、そうなるとやっぱりディフェンスまっすぐ走ってるだけなんですけども、はい、まあ、引っかかってしまったりこうするんですよね。なるほど。ゴールキーパー佐藤です。さあ笛が吹かれました。あっとクロスバーの上、 PK 失敗、 PK 失敗です。玉田中央に送ったあとちょっと強かったのか、熊谷アンドリュー、まあ、トラップできませんでした。少し熊谷選手が早いタイミングで入ってきてればっていうチャンス。ここはただチャンスのオフサイドなし、キーパーも出ている、シュート決まった。追加点を挙げました、ビワレン長崎は吉岡。今季初ゴールになりました吉岡。大きな大きなビワレン追加得点、0対2。千葉の方としては攻撃して、まあ、自分たちの悪い形でボール取られてからですよ ね、これだよね。自分たちは確か攻撃がついていて、そこで取られてからこう1本です。そして逆に持って大竹、ドリブル右にスペースできています。その持っていく亀川のシュート、決まった。亀川追加点、0対3。右サイドフリーで上がってきました。見事なシュートでした。今季カメカーも初ゴールになります。いやこれいいシュートだったんですけど、やっぱりここね、このカメカー選手がついてこれてないんですよね。今度カメカー選手たちの声で前のスペースが空いてくるので、オーバーラップのね、やる時間がね出てきますよね。
でクリアされます。この反応がね、長崎の選手の方が早いですよね。でまたカウンターラウンドが香川キープ。香川から大きく逆サイドを持っていきます。先ばかわして追加点。さらなるダメ押しゴールが決まりました。長崎4点目が決まりました。ここも何か最後はサイトという感じになりました。いやでもね、素晴らしいカウンターですよね。ダメなプレーベン、ここね、選手がもう少し固めるといいんですけどね。船山、あっとボックスの中、まあ、点差が4点差ありますんで、この PK 獲得にもあまりサポーターもこう湧いた感じではありませんでしたが、平山、これは右上、完全に富澤も逆を突かれました。1点を返しました。千葉で今試合終了です。千葉対長崎の一戦は長崎が圧勝、結果4対1で勝利、これでリーグ戦4連勝としました。